今日はお家でガーデニングをします。今ちょうど春から夏にかけてがガーデニングのベストシーズンということで、ちょっと今日も少しずつお花を増やしていこうかなと思います。今日買ったお花は全部で11個なんですけど、ダリア、オレンジの色がすっごく可愛いんですよ。でお隣はこれはジニアっていうお花なんですけど、これもパッと目を引く色が可愛くて買いました。あとは寄せ植えできそうな色味がついたカラーリーフ、ハーブも買ってみました。で初心者でも失敗しないガーデニングのコツが3つあるんですけど、1つ目がまず置く場所を決める。先に作っちゃうよりもどこに置くかっていうのを決めて作った方がうまくできますよということなんですね。で今回は私あの辺、この辺りをもう少しお花にしたいなと思ってて、でこれこの椅子をちょっと使いたいんですよね。この椅子にお花を置いたりしてもいいかなと思って。使うのはこの鉢、正面はロゴがあるここですね。ジニアのお花を主役にしていきます。フェアリースターっていうこのお花も花びらが小さくてとっても可愛いんですよ。で淡いピンク色なので、ちょうどこのパキッとした濃いピンクと、淡いピンクとこのカラーリーフ、これも少し赤みが入ってる、これ結構赤みが入ってるんですけど、これを組み合わせたら可愛いかなと思うので、この花を使います。では早速作ります。今回の鉢、鉢底にこの穴が開いてるんで、鉢底にネットを敷きます。軽石、これを敷くと水はけが良くなるそうです。そして土です。土を入れていきます。だいたいこのくらいの一番上から1センチぐらいがウォータースペースというものなんですけど、鉢を入れた時にだいたい、あ、これわかるかな、このここの根鉢の上の土がこのウォータースペースを開けたところに入るといいと言われてるんですけど、ちょっとわかりにくいかな、こんな感じ。これお花を置くときもちょっとこうこんな感じで、鉢から少し前向きにこう乗り出す感じで植えたりした方が立体的になったりするそうです。
します。お見せしますね。いきますよ。こんな感じ。どうでしょう。今回作ったのはこちらのゾーンです。パッと目を引く濃いピンクのお花を主役に、カラーリーフに、ハーブに、小さなお花も入れました。そしてこちら、これね、ダリアなんです。黄色とオレンジ両方ダリア、オレンジのダリアにダイヤモンドフロストに赤いカラーリーフを一緒に寄せ植えしてみました。ここにまだね、たくさんつぼみがあるので、こっからパーッとこのダリアも花が咲くと思います。こんな感じでいい感じのベランダになりました。大成功。